ねえ、イリア。あの人は本当に世界を滅ぼそうとしていると思う。エピメテウス様のこと？うん。本当に逆恨みだけで、下界をめちゃくちゃにしようとしているのかな。一度は守ろうとした世界を。わからない。あの人が何を思って、何に苦しみながら、こんなことをしようとしているのか。もしかしたら、真実はもっと残酷かもしれない。それを知ったとき、あなたはどうするの？僕は。ビル様！ベル殿！信じておりました。必ず来てくださると。いい加減、不愉快極まるぞ小僧。その諦めの悪さは何だ。どうしてそこまで見苦しい。一体ここへ何をしに来た。あなたを止めに。英雄エピメテウスを止めに来ました。英雄エピメテウスはいい人なんだ。本で読んだ英雄はずっと誰かを救ってた。たくさんの英雄団の中でもきっと何よりも魔物を倒して誰よりもボロボロになってた。そんなエピメテウスに助けられた人の中から別の英雄だって生まれた。私は愚かだ。並外れた才もない。私が選ばれたのはたまたまそこにいただけのこと。けれどそんな私にもできることがあるのなら、私はそれを全うしに行くのだ。最初に読んだ英雄譚に書いてあった言葉、全部覚えてる。エピメテウスはそう言って戦い続けてた。物語には必ず虚構が存在する。全ては後世で編纂された美辞麗句ということもあるかもしれない。でも全部が嘘だったとは思わないから、虚構の中に本当もあったって信じてる。だから僕はそれを確かめに行きたい。エトンさん、僕はバカです。アイズさんたちみたいにすごい才能なんてない。僕が今あなたの前にいるのは神様の眷属だったからだけです。でもそんな僕にもできることがあるのなら、僕はそれを全うする。あなたを止めるために僕の全部をぶつける。殺す。そのくだらない言葉も、今も私をうがつ子供じみた眼差しも、全てが耳障りで目障りだ。やはり貴様は不快でしょうがない。二度と私の前に現れぬよう、ここで死ね。私の記憶を食らった汚れた炎の所業だ。踏みつぶされろ、制圧されろ。炎の援軍に飲まれ、毛の一本に至るまで
滅ぼされるがいい。腹はもうくくった。くじけず進むって決めたんだ。行こう、全部取り戻し、星々に輝きを。いけない、スケラチしなくては。春姫様、変装を。はい、大きくなれ。失せろ、死に悪太ども。変装よ。遠足じゃないんですからね。くじけず勝つだ。諦めず。うちでの小づち。ファイアボルト。スキルと春姫様のレベルブーストを重ね合わせても軌道をそらすのがやっと。兵士ごと地形が消滅した。4人がかりでもまだ足りない。無様だな。だがそれでいい。集大をさらしたまま今度こそ完全に消え失せろ。ベルあ、ベル受け取れ。これは掴まない体験。ヘスティア様のナイフをそれにさせ、繋げるんだ。それはもう一つの炎の剣だ。バッセオクランタス。炎は燃え続け、照らし続ける。